こんにちは、ウリー竹下です。今日はね、飯田寛之選手のお話をしたいと思うんですが、飯田寛之選手がですね、初めて実際に走ってるのを見たのが横田サーキットだったんですが、横田サーキットですね、とても8分の1が走る広いコースだったんです。横田サーキットをですね、飯田寛之選手も12分の1の全日本選手権だったんですけど、ほとんどライン取りがですね、めちゃくちゃなんですね。そこインつくのとか、そこアウト行っちゃうのとか、もうすごいライン取りめちゃくちゃなんですけど、とにかくですね、スピードが速いんですね。走ってるスピードが速いんで、結果的にやっぱラップタイム速いんです。で、飯田選手は AYK ワークスだったんですが、中学生の頃からですね、天才的な速さだったらしいんですが、飯田選手が、ね、全日本選手権で、中山隆三選手に負けるんですが、飯田寛之選手がですね、2位になった時にトロフィーをね、チームメイトに向かって投げるんですよ、バーって。で、この人せっかくの2位のトロフィーね、なんで投げるんだろうと思ったんですけど、やっぱ悔しかったんでしょうね、中山隆三に負けたのが。で、決勝もね、ほんのちょっとの差なんですけど、少しずつね、中山隆三選手が離されていくんです。で、結果的に飯田選手ね、負けるんですけど、まあその時のね、走りっていうのはね、すごく切れ味が鋭いんですけど、中山選手の方はちょっとだけね、やっぱ丁寧なんですよね。コーナーをこうスッと回ってくるんですけど、飯田選手の方はちょっとこうザクってなるんですね。そこの差でね、少しずつ離されてって結果負けるんです。やっぱりね、すごく早いんですが、やはり一度も全日本タイトルを取ることがなくね、終わってしまったんですけど、飯田寛之選手ね、尊敬してます。嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですけど、尊敬してるドライバーです。なかなか飯田選手のね、魅力伝えられないのはね、とっても残念なんですけど、まあちょっとまた違うね、逸話もありますんで、またお話できたらと思います。飯田寛之選手の話でした。また次回。それでは。